エスペーション研の浅井ですストラテジストの視点といたしまして当面の市場見通しについてご説明させていただきますそれでは次のグラフをご覧くださいまずは主要諸国の株価指数の推移ですねこちら並べたものなんですけども、まあ、順番を追って見てみましょうということでまず国内まあ日本のマーケットをですねトピックスまあ日経平均ともにですねここ一二か月の動きを見ると上値の重い展開になってきていると 日経平均としてもですね、えーまあ、春先に4万円超えた場面もあったんですけども、足元はですね、三、まあ、万八千円台前後のですね、推移という形になっております。ちょっとあの勢い失ったような形にはなってきておりまして、まあ、なかなかですね、まあ、さらにこう上値を狙うような、まあ、そういう材料はちょっと乏しいということでですね、まあ、それに伴ってやや上値の重い展開になってきているのかなというところになっております。 それに対して次がですねアメリカになってくるんですけどもこちらはですねご覧の通りということでナスダックは連日、史上最高値更新ということで非常に強いと今並べているこちらの株価指数の中でもですねトップパフォーマンス年初来からの騰落ででいち一番高くなってきてまして非常に強いという形になってきているんですがこれもですねご存知の通おりハイテック株中心ですに大きく上昇してきていると。 ただ、それに対してです、ね、ニューヨークダウがです、ね、これ今足元非常にこう重い展開ということになっておりましてこの2つの指数の間で同じアメリカのマーケットではあるんですけどもまた,先また先になるようなそういう形になってきているということになります。 え続いて、えー、欧州ですけどもダックス Ft ともにですね重、えー、いまあ下値模索の展開という形になっております。まあ最近の動きですとおまあ欧州でですねえー、まあ 欧州議会のですね選挙が行われたということで、まあ、この中でやっぱりその極右勢力がですね、まあ、議席を伸ばすような形になっておりまして、まあ、フランスなんかではですね、まあ、議会解散、まあ、総計選挙の流れになってきたりとかですね、まあ、こういうところもあっていややその欧州国内でまあ政治不安が強まってきていると、まあ、こういった動きがですね株式市場にも少なからず影響を与えているような合わせた形になっているということになります。 で中国、香港ですけれども、こちらも上昇一服というか、あまあ上昇からですね、まあ、反転して、下値模索という形にはなってきております。はす、い、べて並べると、こういった形になっております。で先ほどご覧いただいたですねアメリカなんですけれども、非常にナスダック主導で上昇してきているということなんですが。 こちらのグラフはですね、えー、この赤い方のラインがそのアメリカ株の中でもですね、えー、いわゆるその成長株、グロース株と、えー、割安株、バリュー株の比率を見たものになってくるとで上に行くこれあの赤いラインがですね、まあ、上に行くときはです、ね、このバリュー株、割安株留意という形になっております。 なっていてで、まあ下がっている時はグロース株優位という形になってきているんですが、まあ、足元はですね。まあ、そういった意味では非常にグロース優位の展開がま一段と強くなってきているとえー、元々はですね。これ、あの今実質金利推移とですね。見ているんですけども。基本的には金利が上がれば、あまあバリュー株優位と。 まあこれ22年からでスタートしていて大体まあ23年にかけてはやっぱ実質金利が上がる中でまあバリュー優位というこのセオリー通りの動きになってきたんですけどもえまあ昨年のですね5月以降ですねまあこれも何度かお話ししているところではあるんですがエ v ビディアという非常に強力なまあ相場の倹約になる銘柄が出てくる中でやっぱ金利が上昇してもですねやはりグロースが強いようなまあそういう流れが続いていると。 で足元はですねエヌビディア以外の銘柄はですねある程度、セオリー通りの動きになり始めているのかなというふうには思うんですけれどもただ直近だけで見るとですね非常にこう赤いラインですねグロース相場、非常に強くなってきていると。 いう形になってきているんですがこれ、おそらくですねこれアメリカの実質金、今そんなに下がっているわけではないんですが、まあ、将来的に、まあ、下がってくる、まあ、つまりはあ利下げをですね、まあ、織り込むような、まあ、先に織り込むような形でですね今、グロース株が買われているという、まあ、こういう流れになってきているのかなというふうに思います。ですね、はい でこちら、ですね、えーまあ、先ほども少し申し上げたところではあるんですけれども、まあ、足元の,その株式市場、エヌビリアがあもう非常にこう独断度上のように、まあ、株価が上昇してきていると。 まあ、かつてはです、ね、やっぱそのメガテックといわれるです、ね、株、アメリカのです、ねまあ、メガテック株がです、ね、非常に堅調ということで、まあ、マグニフィセントセブンなんてです、ねまあ、言われ方をして、まあ、柄アメリカのテック株7名柄をです、ねえー、合わせてマグニフィセントセブンというふうに言われ方をしていたんですけども、まあ、その中でもです、ね、この NVIDIA の,の株価の上昇というのがまあ突出してきているということになります。 まあ足元これは昨年の1月からですねまあ取ってデータとは取ってきているんですけどもやっぱりそのまあマグニフセセント7全体でもですねまあ200を超えてきているということは2倍以上の株価になってきているんですがえ特に NVIDIA に関しては2023年から8倍以上という形になってきていますのでやっぱパフォーマンスが全然違うんですよね。 でまた、その上昇が続くという形になってますのでそれだけまあ格差がまあ開いていると裏を返せばです、ねまあ、米国の今の,その相場の倹約というのはです、ねまあ、この NVIDIA に,による倹印というのはまあ非常に突出している、まあ、そういうマーケットになってきているのかなというふうに思います。 で今週なんですけどもアメリカで,です、ね、金融政策を決める重要な政策会合 FOMC がです、ね、開催されたということでこの中ではです、ね、注目されていたのはこの四半期に1回の FOMC で発表される政策メンバーによる政策金利 FF レートの見通しといわゆるドットチャートといわれるものなんですけども。 えー、こちら今ご覧になっているグラフはあ、まあ、今回のものなんですけどもこの緑,緑のです、ね、点を打っているのがです、ねこれ 3, えー、3月、まあ、前回のおドットチャートにおけるう、まあ、ドットのです、ね、中央値になってくると。 で現状の FF レートというのは、ね、5.25から5.5の間の水準という形になってくるんですけれども前回はです、ね、この3月はです、ね、この24年の間に3回の利下げが行われるんじゃないかとこれが中央値で想定されていたという形になっております。 そのあと、ね、出てきた経済指標がです、ねまあ、比較的まあ強かったということもあってです、ね、どうやら年内3回のです、ねまあ、利下げは無理だろうという形になってきてじゃあ今回の,そのドットチャートではこれがです、ねえー、まあこの利下げの回数がまあ減る方向にえー修正されるのではないかなと見られていたのが今回ですね。 で結局出てきたのがですねこれ1回なんですねこれ赤い点がですねこれ今回の中央値なんで、えー、1回分のリサイつまり3回から1回なんで2回分情報修正されるような形になってきているということですでこれ実はですねここだけ見てしまうと、えー、これあの高派というか、まあ、非常にやっぱりそのおサプライズが伴ってもおかしくないぐらいのやっぱりちょっと強気な、まあ、見通しなんですよね。 あのやっぱり19人のメンバーがですね、えー、予想してきているということで,でその中央値なんでただな,なってくると例えばその19人のメンバーのうちの1人2人の予想がですねちょちょんと変わったぐらいではですね中央値っていうのはなかなか動かないんですよね。 まあこれが、まあえーまあまあ、2段階動いているわけなんですけども1段階動くだけでもです、ね、実は結構、えーまあ、その全体の予想が上がらないことにはです、ね、上がりにくいんですけども、まあ、今回これが2つ上がってきているということでそれだけやっぱり政策メンバー全体の予想がです、ね、これ引き上がったっていうのがです、ね、今回の動きになってきますし、えーまあ、なおかつもう一つ言うとですね、まあ、これ3か月に1回ですね四半期に1回のペースでこれ公表されているものなんですけども。 まあ例えばそのまあリーマン・ショックのようにえ急激なですね経済の変動があったらまあ当然、こういう金利の予想が大きく変わるというのはですねこれまあ,あってまあそれは仕方がないことだと思うんですけども大きな経済変動がないにもかかわらず高たか,たか3か月でこの金融当局のですね見方がまあやっぱり大きく変わるというのはですねやっぱこれもやっぱりその変化としてはですね非常に大きなものにはなってくると。 まあそれだけにですねやっぱり二つ,つ持ち上がったというのはですねこれ本当はですね非常にいい高派サプライズという形の方が言えるのかなとただまあ実際はですねこの FOMC 受けた後のマーケットっていうのは、まあ、どちらかというとまあ金利が下がり気味になったということもあ、まあ、株が上がるという形でですね、まあ、どうしようかというとマーケットは波と波的に受け止めるような形になってきているんですが、まあ、どういうことかというと二十四年のドットは非常に高派だったんだけども こで25年に関してはですねこれ3.75から4.0の間のところにあったものが、えー、1ティック25ベース上に上がっただけなんですね4から4.25だからまあ24年が2つ上がった分ですね、まあ、25年は1つ上がるような形になっているんですけども、まあ、24年から25年にかけては4回分の利下げがこれで想定されていますと。 で26年に関してはこれは前回も3から3.25の間に置かれていたものがです、ね、今回もそこから変わらずと、まあ、25年から26年にかけて4回分の利下げが想定されてきているとつまり手前のところはです、ね、24年はです、ね、大きく引き上がってしまったんですけども2526までならして考えるんであればです、ね、その金利が下がっていくイメージっていうのはです、ね、これ十分保たれているんですね。 まあここがですねおそらくハと葉のイメージを作る、まあ、そういう印象を印象づけるようね、まあ、大きな要因になってきたのかなと。まあ、ただ うんまあ、言ってしまうとですね、まあ、手前の方はですねやっぱり距離が短い方が、ね、予想の精度というの上がってきますんで、まあ、24年にそれだけ上がってしまったとっいうのはこれやっぱり本当は高派ですし25年、26年というのはです、ね、言ってもその1年先、2年先になってきますんで、えー、本来まあ元々先、もともと予想の精度としてはそれほど高くないのでここは今後の FOMC のです、ね、ところで何ぼでも変わりうるところなんで本来ここので25年、26年というところはそんなに大きな意味がなくてです、ね、本当に高派なイメージが強いんですけども。 ただ FMC 後のですねまあパウエル FRB 議長の記者会見もそれほど高派なイメージじゃなかったということもあってまあマーケットとしてはこれ一旦こう歯と派を織り込むような形でえいるとただ、やっぱり金融政策の見通しがこう引き上がっているまあこの高派の実は高派なんだよという印象はですねっ持っておいた方がいいのかなというふうには思いますこういうことですね。はい でえー、こちらですね。 えこちらはですね、えー、赤いラインの方があーこれあの24年の12月の FOMC までのですね、まあ、利下げの回数をですねこれ市場予想ですね、えー、見たものだからマーケットは、えー、今年年内に何回利下げをするだろうというのをですねこれ時系列でですね見っとったものなんですねでこれ下に行けば下に行くほどですね利下げの回数が増えるということになってくるんで例えば今年の初めなんかはですねこれ一番低いところですけどもまあ、6回前後ぐらいの利下げ 本来あるんじゃないかというふうに見られていたんですがこれはだいぶこう修正されるような形になっておりまして、まあ、現状は2回程度の利下げ、まあ、今回の FOMC を受けて2回程度の利下げ予想になってきていると。 一番高いところでは1回あるかなというぐらいの利下げ見通しまで減ってきていたのでそれに比べると2回ということになってくるとちょっと利下げの回数が増えてきていますし先ほどご覧いただいた FOMC メンバーのドットチャートの見通しなんかは1回だったわけですからそれに対して2回ということは FOMC の見方よりもマーケットはもう一度踏み込むような形で利下げが行われるのではないかなと見ているのが今の予想になってくると。 でえー、この予想に対してです、ね、やっぱり利下げ、えー、観測が強まっているということもあってその長期金利がですね、まあ、下がってきているという形になっております。これ、青いラインはですねアメリカの,その10年債利回りなんですけども、まあ、これ見ていただくとですね大体、うんまあ今年のです、ね、利下げの回数の見通しに合わせて、えー、動いていると、まあ、利下げの回数予想がですね増えてくると、まあ、利回りは下がるということで、まあ、現状はですね4%台前半ぐらいまで。 金利が落ちてきているということになるんで、まあ、相応のですね。まあ、利下げの可能性というのは、実は織り込んでますよ、というのが今の状況になってくるということです。ただ、本来ですね、ね本当にですね。これだけ利下げが行われるかどうか。まあ、二回と言っていうとですね、やっぱりその F. M. C. の見立てよりもですね。もう一回多いわけですから。やっぱり、これ、本当に二回の利下げができるかどうかっていうのはですね。やっぱり、物価の動きを見ていく必要があるんですよね。 今週発表された5月の消費者物価、非常にインフレの緩和を示すようなデータだったということで、これが市場で大きく材料視されたわけなんですけども、こちら、消費者物価ですね、見てみると、確かに赤いラインの消費者物価とか、あるいはその青い点線ラインの消費者物価、この伸びがまた緩やかになってきていると。 いう形の,の,の、えー、伸びが鈍化するような形になってきてますので、えーまあ、そういった意味ではです、ねまあ、インフレがまあ落ち着く方向にはあるんですけどもただ足元の,そのインフレの鈍化というのはです、ね、これ、えー、名項目の基礎度で見てみると、まあ、商品いわゆるその物の価格ですよね、まあ、これがです、ねまあ、落ち着いてきてこれがマイナスになってきているというのがです、ねえー、今の物価を落ち着かせる要因やということになると。 ただ本来まあ物の価格というのはそんなに実はアメリカでもその上がっていなくてですねやっぱりインフレの本質というのはやっぱこの緑の防線ですねまあサービス価格のですね伸びにあるとでこのサービス価格に関してはまあ依然としてやはり高い伸びが続いていてまあこれはまあ人件費の影響もありますしえまあ住宅価格が上がっているような影響もありますしさまざまな要因があるんですけどもここに関してはですねまだ予断が許さないような状況が続いていると。 いうことになりますんで、まあ、今後です、ね、やっぱ順調にまあインフレが鈍化してくればいいんですけどもそうならずにやっぱサービスの,です、ねまああの価格の伸びがです、ね、それほどえ強くならない、まあ、鈍化してこないのであればインフレが高止まりすることによって、まあ、ア,メアメリカの,その年内の利下げの回数予想というのもです、ねまあ、減る方向に動いてしまう、まあ、この可能性というのはまだまだあるのかなというふうに思っております。 でこちらです、ねまあ、先ほど見ていただいたあもあのグラフのです、ねまあ、再掲載させたものなんですけどもちょっとその正直なところでいくとです、ねまあ、今の10年債の利回りというのはです、ねまあ、市場の、まあ、FOMC の予想を超えてなおかつ金利マーケットの FF、ねまあね、レートの引き下げのこの2回というのもです、ねまあ、これもです、ねまあ、もう一段織り込んで。 やっぱ10年差入り十年債利回りというのが下がっていると、まあ要は利下げ期待をですね、少しちょっと折り込みすぎているんじゃないかなというふうに思います。まあ先ほどのですね、まあインフレのデータなんかを見ていただいて、やそのインフレのドングがちょっとまた止まるような形になってくると、まあまたその今下がり気味であるその十年債利回りがですね、まあ、上昇に転じる可能性っていうのはまあ一つ見ておかなければいけないところかなというふうに思います。 足元ですね、その金利の低下で、まあ、グロース株、非常に買われているようなマーケットなんですけれども、当面はまたちょっとこの金利の動きを見ながら、やっぱ金利上昇のときにですね、まあ、やはりグロースが売られ始めるような、まあ、そういう可能性っていうのはです、ね、まあ、見ておく必要があるんではないかなというふうに思います。で、続いて、国内なんですけれども、今日この,あの収録日ですね、えー、まあ日銀の政策会合をや、あの行われておりまして、まあ、昼過ぎに結果が出てきているような形になってますと。 でこの日銀会合の金融政策に関しては、あ今年の3月に、無担保コール翌日ものをベンチマークとする、政策金利のです、ね、ベンチマークとするということで、0から0.1%という形で,です、ね、政策金利決められているわけなんですけれども、えー、今回の,その6月14日のです、ね、金融政策会合、政策金利に関してはです、ね、据え置きという形で変わっておりません。 でただ、ですねやっぱその国債の,の買い入れ、今までやっていた YCC 政策なんかで、ですね、まあ、あの直近に固定するために国債の買い入れというのを行っていたわけなんですけども、これに関してはですね、まあ、減額する方針が示されたということになっておりまして、このところはです、ね、でおおむね市場の思惑通りの動きということで、今回の日銀会合に関しては、ですね、まあ、大きな動きはなかったと。 でこの国債の,の買い入れの減額の規模に関してはです、ねえー、次回の日銀会合7月に行われるものを、ねまあ、こちらで決めていくということで、まあ、おそらくそのこの会合の前に、まあ、市場関係者なんかからです、ねまあ、意見をです、ね、集約するような形になっておりましてで、まあ、市場の関係者の意見を聞きながら まあ減額規模を決めていくという形になるんで、まあ、かなりそのーマーケットに寄り添うような形のオペレーションというのがですね、まあ、取られていくんだろうなというのが、まあ、ここから読み取れると、まあ、マーケットとしては今日の反応ですねまあ一旦は安心す、まあ、今日の決定に対して、まあ、株式市場も好意的に受け止めるような形になってきているということですで今回ですね七月の利上げあ6月の利上げっていうのはですね見送られる形にはなったんですけども えーまあ、今回、この収録時点ではです、ね、このあの取引終了後の上田総裁のです、ね、記者会見、ちょっとまだ見てないんで、まあ、何とも言えないところではあるんですが、ただその、まあ、このクイック社のです、ねまあ、月次の調査なんかで見ると、まあ、市場はです、ね、大体この7月次回のです、ね、会合で、まあ、追加利上げが行われるんではないかなと、まあ、この見方がです、ね、一番多くなってきていると。 とということはですね、まあ、6月もなかったんであれなんですけども、まあ、7月次回の利上げというのが、ね、今のところは本命視されているということになります。 で先ほど申し上げたように上田さんの見解というのはまだちょっと示されていないのでここは何とも言えないところではあるんですけどもただ、あの日銀会合が行われたそのお声明文なんかを見てみますとです、ねそのまあ、全体的にはその景気認識がです、ね、こう引き上げられるような形インフレ認識の話もちしっと上に上がるような形にはなってきていますので、まあ、イメージとしてはです、ねまあ、7, 月7月の利上げというのはです、ねまあ、ある程度お可能性としては出てきているのかなというふうふに思います。 でこちらですね、まあ、とはいえではあるんですけども、えー、じゃあ、まあ、現状の,です、ね、そのインフレの基調ではあるんですけども、まあ、こちらはですね、えー、インフレの指標としてまあ消費者物価、緑のラインで示していると、で大体これがです、ね、だんだん伸びが鈍化してきて、で2%前後というのがです、ね、足元の水準にはなってきている、伸びにはなってきているんですが。 やっぱりその現状のです、ね、景況感だけ見てしまうと実はそれほどインフレは強くないというふうな、えー、基調的なインフレ圧力というのは強くないだろうというふうな、まあ、見方はできると、まあ、先ほどまあせ、えー、発表された、まあ、先月発表された、まあ、13月期の GDP なんかもです、ねまあ、マイナス成長という形になっておりまして えーまあ、潜在成長率を下回っているわけですから需、まあ、給ギャップとしてはですね需、まあ、給が緩和する方向にいくだろうと。 でそういう状況でですねやっぱりそのものとの需要と供給のバランスからいくとですねそれほど需要が強くない中ではですねそれほどインフレ圧力は強まっていないというのが1、ねまあ、つの現状の動きにはなってくるんですけども、まあ、とはいえですねマクロ経済でいくと、まあ、足元、確かに経済それほど強くはないんですけども少しずつですね、まあ、良くなってきている点というのが増えてきているのも確かなんですよね。 でこれはです、ねえー、法人企業の景気予測調査というものでして、まあ、日本のです、ねまあ、国内の企業の景況感を見たものなんですけども、えー、特にです、ね、これ注目していただきたいのがです、ね、この青いラインなんですね。 これ製造業でこれ今回発表された足元の動きは4、6月期というところでしてこれマイナスの1.0、また景況感悪化しているという見ている企業の方が多いんですがただ、えー、その先行きですね、まあ、7月期、まあ、10、12月期にかけてはえ大きく改善すると7月、まあ、に関しては9.2、まあ、10、12に関しては10.7ということで、まあ、大きく改善していくことが見込まれているということです。 まあ、あの製造業に関してはです、ねまあ、自動車セクターのです、ね、生産源なんかの影響が、えーまあ、24年の頭にはあってです、ねまあ、ここちょっともたついているような形になってきているんですが、まあ、都市の,です、ね、あの後半にかけてはです、ね、こういったその生産源の影響がまあ一巡してくるということもあって、まあ、製造業中心に景況感が改善してくるということです。 で、足元ですね、やっぱりその円安が続く中でですね、まあ、国内回帰の動きっていうのがですね、まあ、強まっている。これも製造業の強みかなというふうに思います。で、これはですね、まあ、設備投資の動きをですね、見たものなんですけども、えー、これ24年度に関しては、これ日銀単管ベースでですね、まあ、右のところですね、現状計画で、えー、まあ、 国内でプラスの2.4海外でプラスの1.7ということで、まあ、伸び自体ですね、まあ、少ないんですけどもただ設備投資の計画というのはですねこれ、基礎時点からまあ最終的な着地が情報修正される傾向があるということなので、まあ、ここからですね情報修正されていくことになるんだろうというふうに見ておるということです。 でこれあの右左側の方にですに、ね、過去3年間のです、ねえー、設備投資の動きを見ているんですけども21年度はです、ねまあ、計画から実績にかけて、まあ、それほど大きな情報修正見られなかったと、まあ、経験はあまり強くなかったというのもあるんですけどもで22年度というのはです、ねこれまあ、赤と青のラインがどこもそうなんですけども、えー、まあ計画から実績にかけてです、ね、こう大きく情報修正される着地になってきていると。 昨年度はというとですねこれはあの海外はですね伸びてないんですよね、ただ赤い方の国内はですね当初4.1%というところから19.0%、まあ、大きく情報修正されるような形になっていると要は何が言いたいかというと、まあ、円安があって、まあ、その円安が進展したことによって、まあ、国内回帰の動きが出てくるだろうとでそれがですね足元ようやくですね国内回帰の動きが強まってきているんじゃないかなというふうに見ておると。 それは昨年度の上振れにも出てきてきいるんだろうとじゃあ今年度はというとです、ね、同じような動きもしくは更に顕著な動きが出てくるかもしれないんですけども引き続き円安圏で推移してきているということもあって国内での国内回帰の設備投資が引き続き経済を支えていくんではないかなというところを見ておるということになります。 で加えて国内の内需なんですけどもやはりその賃金の動きがです、ねまあ、ようやく改善してくるんではないかなとでこれはあの緑のです、ねまあ、折れ線があ名目賃金いわゆる見た目のです、ねえーまあ、額面ベースのです、ねまあ、賃金で、まあ、これはあのやはりその賃上げの動きなんかもありましてです、ね、やっぱり前年比でプラスの推移が続いているわけなんですけども。 これにですねやっぱそのインフレの影響物価高の影響を受けたですね影響を考慮した実質賃金で見るとですねこれも2年以上ですね実質賃金マイナスが続いているとで足元でもですねまあ依然として実質賃金のマイナスは続いているんですが。 ただ、あ今年のです、ねまあ、春闘ではです、ねまあ、あの大企業を中心に大幅な春闘を通じた賃上げがありましたし、まあ、中小企業なんかで,もです、ねまあ、賃上げの動きがです、ねまあ、ある程度波及し始めてきていると、まあ、そういう中です、ね、で、まあ、名目賃金の上昇というところに拍車がかかってくるのであればやっぱその実質ベースで見た賃金もです、ねまあ、そろそろプラス転換してくるというのがです、ね、見えてくるんではないかなというふうに思います。 まあしたがってです、ねまあ、実質賃金がプラスということはまあインフレを考慮してもです、ね、賃金が上がってくるということになりますのでやはりその中長期的に見るとです、ね、やっぱり消費を刺激する、まあ、そういう効果がです、ね、期待できるのではないかなというふうに思います。まあ、マクロ面で見るとです、ね、先ほど申し上げたような、まあ、円安だからこその国内の設備投資。 でまあ、内需に関して言うんであればです、ねまあ、賃金賃上げの動きで,です、ねまあ、ちょっとインフレが落ち着いてくる必要もあるんですけどもやはりその実質賃金がプラスになってくればです、ね、やはりそれによって消費がプラスされてくるだろうということになりますので、まあ、マクロ経済、今はそれほどです、ね、強,みって強さというのはないんですけども、まあ、そうは言ってもです、ねまあ、ベクトルとしてはです、ねまあ、やっぱり良くなってくる方向で、えーまあ、景気の方はですは、ね、動き始めているのかなというふうふに思います。 まあ、金融政策とです、ね、照らし合わせて考えるのであればですね、えーまあ 7月の追加利上げのタイミング時期的にですね7月の追加利上げというのはですねタイミング的には少し早いような気もするまあ実際、これはちょっとどう判断するかというのは分からないんですけどもまあ早い方うな気もするんですけどもまあ仮に7月にのですね利上げが見送られたとしても方向性としてはやっぱりアメリカあの国内の,その景況感が改善してくることによってえまあ利上げしていく方向にはあるんだろうなと。 まあ、国内の,その長期金利に関しても、まあ、アメリカと歩調を合わせるような形もあるんですけども、まあ、短期金利の上昇はですね、まあ、利上げのタイミングに合っていくんでしょうけども、まあ、長期金利に関してはですね、まあ、ある程度まあ利上げへの観測期待というところをですね含みながら徐々に上がっていくような、まあ、そういう流れになってくるんではないかなというふうに思います。 国内、えー、のミクロの方ですね企業業績の方なんですけどもこれはあの大企業のです、ねまあ、経常利益の予想でしてこれはあのまあ前回のこのコーナーでもです、ね、お持ちしてお見せしたものではあるんですけども基本的にはあこの3月期決算の企業のです、ねまあ、決算発表って4月から5月に行われていて、まあ、非常にこう保守的な 24年度のです、ね、見通しが示されたということであるんですけどもこれは、まあ、これ本当に保守的であるんであればですね当然その気が進むにつれて情報修正されていくんだろうなと。 いうのがです、ねまあ、当然あるわけですよねで、まあ、どこかのタイミングで,です、ねまあ、情報修正期待というのがです、ね、企業業績を、えーまあ、支えていくような形になるんですけどもただ、どのタイミングで,です、ねまあ、あの企業のです、ね、情報修正期待が高まりやすいのかなというのを、ねまあ、ここから見ていただくとです、ねえーまあ、3月の調査というのがまあ低くてで次、6月の調査というのもです、ね、実はそんなに情報修正されていないんですね過去を見ると。 でこれ6月の調査をもとにです、ねまあ、7月の決算発表につながっていくんですけども、まあ、7月の第一四半期の決算というのはです、ね、実はそれほどお情報修正されるタイミングではないんだろうということになると、まあ、業績面で見るとやっぱこの 7, 月,、まあしえー、この7月前後というのはです、ね、業績期待が高まりにくくてで仮に業績期待が高まるのはやはりその9月のお中間決算を過ぎてからなんです中間決算の発表のタイミングじゃないかなというふうふに思います。 したがってです、ねまあ、最後その結論になってくるんですけれども、まあ、現状の,その日経平均ですね、まあ、非常にもみ合いのような相場が続いているということで、まあ、3万8,000円なかなか4万円トライできないという形になっています。 で中長期的なです、ねまあ、方向性としては、まあ、企業業績が回復してくることによって、えー、また4万円を超えていくような、まあ、そういう局面でい、まあ、いずれ出てくるとは思うんですがただ目先はです、ねまあ、しばらくはやっぱそのなかなか上値を追いにくいような状況というのが、まあ、続くのではないかなというふうに思います。 理由といたしましてはですね、まあ、先ほど申し上げたようにまだちょっとその保守的なその企業業績に対してですねこれがまあ情報修正期待が高まるようなタイミングはちょっとまだ早いのかなと秋ぐらいになってくるんじゃないかなと。で、景況感もそうなんです、まあ、足元景況感よくはなってきているんですがまだまだその力強さという意味ではですねまだそこには至っていないだろうと。 ただ、マーケットではです、ね、やっぱりその日銀の,その追加利上げに対するです、ねまあ、観測もありますので、まあ、景況感がです、ね、多少改善してくる中で,です、ね、長期金利の上昇がです、ね、先に起こってしまうようであればこれも株価を抑制するような要因には働いてくるということになるので。 えー、まあここちょっとすまだ先行きとしてはですね、まあ短期的にはまあちょっとまだ上値の重い展開がまあ続くだろうと、まあ、具体的なその4万円超えてくるようなまあトライするようなタイミングっていうのはですね、ちょっと秋以降になってくるんじゃないかなというのがですね、まあ一つの結論として申し上げるということになります。えー、まとめです、えー。まず一つ目ですけども、アメリカの金融政策まあ利下げ期待は一旦もう織り込んだと。 直近の低下というのはです、ね、一巡してくる可能性があるということですね。で2つ目国内のインフレ圧力はそれほど強くなく金融引き締めを急ぐ必要性は低いというふうに思われますただ景気は着実に回復し始めているので金利自体はです、ね、上昇傾向をたどるんではないかなというふうに考えています。 で3つ目、企業見通し、業績見通しはです、ね、保守的ではあるんですが、まあ、これが見直されるタイミングというのはです、ね、中間期の決算発表のタイミングじゃないかなということになりますんで、まあ、目先はです、ね、ちょっと株高の材料にちょっと不足するような形で、まあ、秋夏はです、ね、ちょっと伸び悩みの形で、具体的なエントリーのタイミングとしては秋口ぐらいかなというのがです、ね、まあ、今の見立てになってくるんではないかなというふうに思います。 ストラテジストの視点では、ですね視聴者の皆様から配信内容だけではなく、株式市場に関する疑問にお答えしていくということになります。次回以降の配信でご質問にお答えしていきますので、詳しくはですね概要欄をご参照ください。今回の動画、少しでも参考になったというふうに申し上げれば、ですね高評価ボタンおよびチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、ストラテジストの視点、放送終了させていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。